はい、こんにちは。横アンティメンデステンビアセナートの金子です。はい、今回ご紹介いたしますのはようやく入荷してきました2022年春夏のラフシモンズの第一便をご紹介いたします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、ジェンダーレスな服を作ることで男女の境界線をなくす方法を模索し続けたということになっております。メインのアイデアはですね、ワークウェアですね。ビジネスブレザー、ストライプシャツ、クラシックなシューズなど、全体的にボクシーなフィット感を、フィット感と長い袖が特徴的なコレクションになっております。では、まずは T シャツ類からご紹介していきますので、よろしくお願いします。はい、こちらですね、まずはこの T シャツ、白の T シャツからご紹介いたします。こちらは、オーバーサイズ T シャツ、ソロモン X って読むんですかね。はい、はい、お値段が税込み62,700円になっております。はい、こちら両面にグラフィックが、はい、施されております。今回もですね、前回と同じグラフィックアーティストのトム・トッセインさんのグラフィックになりますね。はい、今回はなんかこの架空のバンド T シャツみたいなイメージなんでしょうね。で、後ろに、各都市の、はい、ヨーロッパの各都市の地名が記されておりまして、はい、こちらヨーロピアンツアーというふうにね、後ろに、はい、グラフィックされております。なので、これツアーTみたいなイメージなんですよね。丈がですね、若干長めに設定されていると思います。はい、なので着丈が結構長い作りになりますね。はい、後でちょっとこの白の T シャツだけ着てみますので、参考にしてみてください。女性とかもですね、結構ワンピースみたいな感じで着れると思います。はい、で、左袖にラフシモンズの、はい、ラベルがついてますね。で、こちら白と黒の2色展開になります。こちらも 両面グラフィックが入っております。黒に赤のプリントはラフシモンズらしいと言いますか、はい、かっこいいですね、グラフィックが。はい、じゃあ白だけ着てみますので、はい、こちら着てみました。いかがですか？結構着丈が長いですね。はい、で、袖も結構長めの作りで、はい、素材感はやっぱりラフシモンズの T シャツ気持ちいいですね。はい、着心地がめちゃくちゃいいです。はい、結構レディース女性の方もワンピースみたいに着れるイメージなんですよね。かっこいいですか？どうですか？いいですね。はい、はい、次にご紹介いたしますのはラフシモンズ、はい、じゃ定番といいますか、定番のタートルネックの T シャツになりますね。こちらが、ソースプールトランスネイザーというんですかね。はい、ラフシモンズ独自の、はい、造語といいますか、はい、ちょっとステーシーなグラフィックが施されていますね。白にも、はい、こちらもですね、2022年ハイパーリアルツアーというふうに書いてあります。なんかニューウェーブとかのバンドのイメージなんでしょうかね。はい、ニューウェーブというのは80年代で、頭角を現したバンドのムーブメントなんですけど、はい、ニューウェーブっぽいグラフィックになっています。で、今回のこちらはお色がちょっと濃紺になりますね。ちょっと深いネイビーのカラーに赤の、グラフィックと、はい、ブルーの、はい、この顔ですね、はい、施されていて、首元に R の、はい、刺繍が施されています。で、素材がですね、めちゃくちゃ気持ちよくて、こちらが
マイクロモダールっていう素材を使ってますね。メイドインポルトガル製です。ポルトガル製です。はい。モダールとエラスタンっていう素材を混ぜて作っております。なので、ストレスフリーというか、めちゃくちゃ気持ちよくて、着心地もめちゃくちゃいいです。税込みが、お値段が税込み56,100円になりますね。はい。ぜひこちらもおすすめのハートミントになります。よろしくお願いします。はい、次はですね、出ましたラフシモンズのボンバージャケットになります。はい、こちらの ブログにもですね、ビアセナートのブログにも書いたんですけど、今後アーカイブになり得るんじゃないかってぐらい、こう世界で評価されてるボンバージャケットになります。こちらがスクールユニフォームボンバーグリムクローラーっていうんですかね。この背中に書いてあるグラフィックがグリムクローラーっていうふうに書いてあるんですけど、こちらのグラフィックもトム・トッセンさんの作品になります。で、お値段が税込み22,200円となっております。素材はポリエステルですね。はい、オーバーサイズの作りで、今回ですね、テーマが、ビジネスユニフォームといいますか、仕事着からインスピレーションを受けていますので、今回このボンバージャケットとビジネスブレザーを合体させたような作りになっています。かなり斬新ですね。ありそうでなかったというか、まあ今までにないですね、この感じは。はい。で、素材をこう触っていただくと分かるんですけど、すごい高密度のポリエステル素材を織り込んだ感じで、はい、張りのある素材感になってます。ちょっとした雨とかでも弾くんじゃないんでしょうかね、こちらは。はい、こちらもちょっと試着用してみたいと思いますので、参考にしてみてください。はい、着てみました。いかがですか。はい、オーバーサイズの作りでめちゃくちゃかっこいいです。はい、かなりおすすめです。はい、結構薄手の作りなので、はい、軽く羽織れる感じですごくいいですね。これ結構内側インナーがですね、トレーナーとかパーカーフーディーなど着ていただいても、まあ、ちょっと春先もほら春夏の商品ですけど、秋冬でも全然いけるんじゃないですかね。はい、セーターなんか着てもね、はい、絶対着用シーズンはかなり長く使えると思います。はい、ぜひおすすめです。よろしくお願いします。はい、次にご紹介するのはこちらのですね、コートですね。リラックスドフィットレインコートになります。はい、こちらもボンバーと同じ素材といいますか、ポリエステルですね。ポリエステルの素材で、こちらは税込み、お値段の税込み26,800円になります。はい、先ほどのボンバー T シャツ、こちらも全部 S サイズを、はい、着用しております。はい、こちらもですね、結構 A ラインですね、作りとしてシルエットは A ラインの作りで、結構オーバーサイズの作りになってます。はい、シンプルな、はい、こういうの絶対ずっと着れるんですよね。はい、こちらも着用してみますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、着てみました。いかがですか。結構 A ラインですよね、横のシルエットとかも。はい、結構シャカシャカしてて、レインコートというだけあって本当に雨を弾きそうです。はい、でこちらポケットがですね、ちょっとこうだましポケットっていうんですかね、はい、ここにあるとかと思えば、こちら側に、はい、ポケットが、大きいポケットが
2つついております、うん、いい軽くてですね着心地、はい、最高です。こちらもおすすめですのでよろしくお願いします。はい、こちら最後にご紹介いたしますのは、はい、こちらのブレザーですね。グラフィック入りの、はい、こちら一押しです。ランウェイの最後の、はい、ルックでも使用されていたコレクションアイテムになります。はい、オーバーサイズのスクールユニフォームブレザー、ブリムクローラーですね、はい、こちらもトム・トッセインさんのグラフィックが前面にシルクスクリーンがプリントされています。こちら一点一点こう丁寧にシルクスクリーンプリントされてますので、かなりレアな商品になっております。こちら S サイズでお値段は税込み268,400円になります。はい、こちらも、ポリエステルですね。素材はポリエステルでしっかりとしたテーラードのジャケットになっています。はい、かっこいいっすね。これもちょっとバンドのツアーティーみたいなグラフィックが、はい、斬新ですね。ブレザーにグラフィックされていると。ぜひ挑戦してみてください。これも着用してみたいと思いますので参考にしてみてください。はい、こちらジャケットも着てみました。いかがですか。オーバーサイズの作りになっていて、シルエットもめちゃくちゃかっこいいですね。はい、素材もツルツルした感じで高密度の、はい、生地を使ってますね。すごくいい生地使ってます。プリントもしっかり乗っていて、シルエットも抜群にかっこいいですね。ボタンを閉めていただいても、はい、こんな感じですね。はい、ありがとうございます。はい、ではここまでですね。はい、こちら第1便入荷しておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、第2便もですね、出来上がり次第入荷いたしますので、そちらもぜひぜひ期待してお待ちください。ありがとうございました。チャンネル登録と、いいねもよろしくお願いいたします。ではまた、バイバーイ。